安倍前総理大臣は先ほど国会内で記者団の取材に応じ、桜を見る会の夕食会をめぐる疑惑について、警察の捜査が終結した後、事実関係について説明する考えを示しました。捜査があどうですね。あの対応が決まった段階においてはですね、お話できることをお話しさせていただきたいと思っています。 また検察からの任意の事情聴取についてはまだ何も聞いていないとした上で誠意を持って対応していきたいと述べ要請があれば応じる考えを示しました一方、東京地検特捜部は夕食会の費用を収支報告書に記載しなかったとして安倍氏の公設第1秘書らを政治資金規正法違反の罪で略式起訴する検討をしていると見られることが分かりました。